奥アンジュアンジュは、フランスのロワール地方で生産される、ワインの奥名の一つである。フランス革命以前にあった州であるアンジュに由来し、メーヌイコールエイコールロワール県のほぼ全域にあたる128カ村、ルーセーブル県北部の14カ村、ビエンヌ県北西部の9カ村が、指定地域になっている。赤、白、ロゼと発泡ワインが作られているが、ロゼが多い。ロゼダンジュは、 この地方の固有品種であるグロロ種のブドウを主体として作られるワインで、奥ワインの中では、ミュースカデやアントル・ドゥーメールなどと共に最も安価なワインである。美しいサーモンピンクで優しいアロマのある心よい甘口のワインで、女性が喜ぶワインとして有名である。カベルネダンジュはカベルネフランシュで作られ、ロゼンジュに比べ、ほのかな渋みがあり、 色もやや濃く、やや辛口に仕上がっている。赤、白、ロゼがある。赤ワインは北部のアンジュ地区ではガメシュを主体に、南部のソミュール地区ではカベルネフランとカベルネソービニョンを中心に作られている。しかしどちらも比較的軽く、価格も安い。白ワインはシュナンブランシュを中心に作られており、軽い辛口である。 アンジュロゼというロゼワインもあり、カベルネ系のブドウで作られる、軽い甘口のワインである。ありがとうございます。